はいはい、大丈夫ですよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。下田市のガソリンスタンドでは朝から灯油の配達を求める電話が。またプラスチック製のタンクを持って灯油を入れる人の姿もありました。今日の寒さで予備を買っておかなきゃということで持ってきましたよ。また伊東市のホームセンターではここ数日、水道管の凍結を防ぐ断熱材を買い求める人が多く、一部の商品は売り切れとなっています。水道の凍結っていうのが心配されるお客様多いので、こういったですね、水道管を凍結を防止するカバーですかね、こういったのが結構売れてますね。実際もうこの辺のサイズはちょっと今なくなっちゃってる状態ですけど。また暖房器具では電気を使わない石油ストーブや炭を使う昔ながらの安価が今年はよく売れているということです。昔からある商品なんですけど、なんか今年はすごい売れてますね。暖房用品もストーブがやっぱ電気使わないんでね、電気代が高騰してるっていうのもありますけど、結構ストーブも売れてますね。明日も厳しい冷え込みになるとみられ、着るものや過ごし方にも寒さ対策が必要になりそうです。